恋する肌キュンのムービーに出させていただけるってお聞きしたとき、全く別のシリーズやと思ってたんです。もう前回と全く関係のないストーリーやと思ってたら、続編やって聞いて、ゾクゾクしましたね。ゾクゾク。ゾクゾクしました。そもそもレコーディングというか、言うたもちろん初めてなんですけど、もともと子供の時モームスに入りたかったので、すごく一個夢叶ったって思いました。 しかももっとこう、テレビとか見てると、もっとみんな、当たり前なんですけど、めっちゃうまく歌ってはるから、自分もそうやって歌えると思ったんですけど、全然何も歌えなくて 非常に難しいなとも思いましたけど、楽しかったです。絶対無理やって分かってるんですけど、急にこう優しくされたりとか、ネタのこととか褒めて、ネタとか言ったら限定されてくるけど ネタのこととか、こう褒めてくれたり、ほんまに歌詞通り褒めてくれたら、もしかして、ただただ優しい先輩と、先輩とか言ったら限定されてくるんですけど 先輩が好きなんですけど、なんていうんですか、先輩って分かってるし、歌詞では友達なんですけど、ムービーでも友達なんですけど、先輩って分かってるし、もう後輩っていうのは当たり前なんですけど、もう後輩でいいと思ってるけど、そんな、優しくされたら、期待してしまうけど、そんな期待してもどうせ傷つくだけやから、こう、もう、なんていうんですか、思わんようにしようとか、そういうのって、すごく、どなたでもあることなのではって、自分でもあるんですけど、思います。ズバリ恋をされていますか？ CM の後 これからも歌手としてっていうふうに言い切ることは、ちょっと非常におこがましい話なんで、まずはちょっと、モデルから始めていけたらって思います。第一では一人でしたので、出したんですけど、今回流星さんと踊らせていただくということで、そんなに合わせる時間とかもそもそもなかったんですけど、すごい流星さんを引っ張ってくださって、一番難しかったとこは、両手をこう合わせて社交ダンスみたいに前に進んでいくとこがあるんですけど、思いのほか顔が近かったんですね。それが、できるだけこう息をしないようにするのが難しかったですね。息はなんでしちゃダメなんでやっぱりちょっと息とかかがれたら嫌やなと思って。流星さんの息は来ましたあ、ちょっと息は来なかったので、もしかしたら流星さんも同じように思ってたのかなって思います。字のところはちょっと1個見ていただきたい部分があります。それは言えませんが、何かどこかポイントをちょっと気にしてみてください。リアンさんの字に注目。はい、字に注目してください。皆さん、恋する肌キュンムービー、また、流星涼さんとゆりやんレトリーバーで第2弾が、始まります。本当にこれは皆さん、キュンとしてください。第1弾をご覧になれた方は、本当にそれをもう一回見て、思い出しながら見ていただきたいですし、一回もご覧になられたことない方も、初めて見てください。第1弾から、本当に第1弾見て、第2弾見てください。お願いです。第2弾見てから第1弾見るのもありかもしれません。絶対にキュンとしてください。してみまして、してください。あと、歌なんですけど、おこがましくも私が歌わせていただいております。皆さんの、心と照らし合わせて聞いてみてください。恋する花毛ムービー。おい、
全部ギャグとか使い回しですいません